すいません、原宿に行きたいんです。ボボの部屋、アツオチオチです。りっちゃんです。そしてメロディーマリタです。よろしくお願いします。いろいろな企画を今日やっていくんですけども、はい、1回目は質問コーナーをやっていきたいと思います、はい。まあね、いつもは質問する側っていうことで、そうなんですよね。仕事柄インタビューする方なので、はい、される側っていうのがほとんどなくって、そう、根掘り葉掘り聞くので覚悟しといてください。気楽にやってください今日は。はい、はい、それを早速やっていきましょうか。はい、じゃあ、はい、メロディー森田さんへの質問10ということで、まあ、質問で質問募集させていただいて、そこから10個選ばさせていただきました、はい。それでは1問目からどうぞ。いきます。はい、こちらです。 YouTube を始めたきっかけは何ですか？私結構アメリカのビューティーグルーの動画とかをちょくちょく見ていたんですね、はいはいはい。見るものだと思っていたので、自分がこうアップする側っていうのが全くなかったんですけど、いつも見ていた子のところにコメントで何度かやり取りしているうちに、自分も上げてみたらいいのにみたいな感じに、あの、言ってくれて、でそれで、ああ、じゃあ何あげられるかなと思った時に、私バレエダンサーで、はいはいはい、じゃあダンス関係のものをアップしてみようかなと思ったのがきっかけです。はい、こちらです。はい、美容のために気をつけていることは何かありますか？これすごい気をつけてるってことはそこまでないんですけど、うん、食べるもので人間の体って作られているので、はいはい、食べる時間だったりとかは気をつけてるかもしれないです。そうなんですね。普通にラーメンが食べたい日はラーメン食べますし、焼肉行こうと思って全然焼肉も喜んで食べるので、そういう食べるものはそこまで気にしすぎないようにストレスになっちゃうので、うん、全然食べたいものは食べるんですけど、うん、時間帯を気にすることで、とか食べる順番とか、はいはいはい、気にすれば、はいはいはい、ちょっとなんか自然と、うん、肌が調子良くなって、これメロディーさんがもう牛丼屋入ってくとか見てみて、大好きです。大好きなんですか？マジか。同じなんか人間って感じがして。はい、こちらです。最近ハマっていることは何ですか？日本語の勉強のために日本のドラマとか、はいはい、映画とか見るのがすごい好きなんですけど、はいはいはい、最近ちょっとなんか仕事柄やってる、自分で勝手にやってるのに気づいたのが、うん、主人公だったりとか、うん、その相手役の方が喋ってるのをこう頭の中でその人が喋り終わる前に英語に訳せるかどうかって、うん、ゲーム感覚でやってます。なんか遊びたい感じで。すごい頭使いそう。いや、すごいっすね。あの通訳とかそういう仕事とかもしてるので、はいはいはい、結構聞きながら次の考えてっていうトレーニングを最近、なんか飛行機来る時の飛行機とかも時間があるので、1回は普通に見て、うん、で2回目そういうちょっと遊び兼ねてのちょっと頭の中でやってみたりとか。やばいな。日本のゲームとかも興味があるんですけど、はいはい、全然わからなくって、うん、最近よくなんか動物の森、それもみんなやられてますか？はい、私全然わからなくって、はいはい、すごいいろんな方がやってるのを見て、いいなと思って。ぜひぜひ、じゃあ後で教えますね。はい、あ、ぜひ。日本のゲームとかもみんなハマってるから、そうやってみたいなとか思って。じゃあ次の質問いきましょう。はい、こちらです。はい、じゃあ休みの日は何をしていますか？私、愛犬がいて、はい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 、はい、なのでそのことも結構ずっと時間を過ごしてるかもしれないです。保護犬なんですけど、野良犬といいますか、うん、すごい怖がりで、もうブルブルすぐ触れちゃう子なんですけど、だん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 こう、いろいろ頑張って接してるうちに、ちょっとずつオープンになって、今ではもう、最初はご飯も食べないし、歩くこともできなかったんですけど、今もうチーターみたいにバーって走って、ものすごくちっちゃいので、速くって、なのでその子を散歩に連れてって遊んだりとか、うん、兄の犬は結構大きいんですけど、なんかサイズが全然違うのに一緒にこう、うん、遊んでるんですか？そうなんですよ。かわいい。喧嘩とかならないですね、それ。ちょっと私の犬の方が気が強くって、ちっちゃいのに、ちっちゃいのに、とか言って、いいですね、キュンキュンって、なんかちょっとかわいそうな感じになっちゃうんですけど、うん、でもなんか、なんだろう、そういう時間もすごい大切かなと思って、犬はもう癒されまくりです。はい、こちらです。はい、日本の好きなところとアメリカの好きなところはどこですか？なんだろう、日本はやっぱりすごくきっちりしてるところが、はい、もう例えば電車とかでも、1分遅れますとかでもアナウンスあったりとか、ものすごく感動しました、初めての時は。もうアメリカなんて、あの、来ますって言った時間からもう20分とか30分遅れても、電車全然。ただその代わり、ニューヨークだと24時間電車が、で終電とかないんで、これやばそう、それそうなんです。すごいやばそう。僕もこの状況、東京に上京してきてすごいのは、もう本当に一本気に来るみたいな。電車、そうですよね。電車何本あるんやって、これ。
らい。そうなんですよ。でもちょっと慣れてきたら、ちょっと終電っていらないなと思ったとか、もうやっぱ僕飲むのが好きなんで、やっぱ今のニューヨーク、え、24時間ですか？はい、24時間やってます。うらやましいなと思って。じゃあ次の質問は、日本に来て困ることはありますか？ありますね。私こう見た目も完全に日本人で、自分も 100% 日本人なので、どうしてもこう日本の方と接すると、うん、日本で生まれ育った日本人って思われてしまうので、うん、こうやっぱり住んだことがないので、うん、あの例えば電車の移動だったりとか、なんかどこそこ行きたいとかあった時に、今はアプリとかあるのでだいぶ助かってはいるんですけど、分からなくって駅員さんの人とかに聞いたりとか、街の人に聞いた時に、うん、え、なんで分かんないのみたいな顔されてしまって、確かに、いや分かるでしょみたいな顔をされてしまうのがすごく辛い経験をしたことがあるので、逆にそこはちょっとわざと、あの片言っぽいジャパニーズに、ブロークンジャパニーズみたいな話し方をして、あのすいません、あの私原宿に行きたいんですみたいな感じにして、あ、この子は外国から来た子なのかなっていうふうにちょっと演出というかすると、すごく丁寧に教えてくれて、ごめんなさいと思いながら。どんな学生生活を過ごしていましたか？バレエをものすごくやっていたので、アメリカの学校って PE Waiver っていうものがあるんですけど、あの PE っていうのは Physical Education って言って体育なんですけど、それの Waiver って言って、あの学校以外で何か活動している、はいはい、例えばバレエやってるとか、はい、先生とかディレクターにちゃんとこう、この子はこれぐらいバレエをやっていますっていう証明みたいなのをもらって、で3ヶ月ごとに、自分が住んでいる州以外の州で、あの何かのコンクールとかコンペティションで3位以内を取り続けたらもらえる資格みたいなものなんですね。で、その PE ウェーバーをもらえたら体育をスキップしていいんですよ。なしになって、でその分1時間みんなより早く学校から入れるので、その分バレエに時間を費やしていいよっていうものがあるんですね。でそれをずっとやっていたので、アメリカの高校って上の2つのジュニアとシニアは車を運転できる年齢なので、あのパーキングスポットを与えられるので、そういうことか。そうで、車でかい人は車で運転して学校行って、で私の場合はピーウェーバーだったので、1時間早く車でバレエレッスンとか。わー、かっこよ。高校で車乗ってすぐやばいよね。何事やって思う。不思議ですよね。何歳でしたっけ？18です。18です。じゃあ次の質問いってみましょう。はい、こちらです。はい、憧れの人いますか？日本の人だったら、私綾瀬はるかさん大好き。おー、なるほど。それこそ、さっきほどお話ししたみたいに、日本のドラマとか映画とか見て勉強したんですけど、綾瀬さんのものが大好きで。あ、そうなんですね。あのそれこそ、ホタルの光とか。あ、なるほど。そう、あのジャージを着てみたいな、すごい可愛くて、ゆるい感じがすごい好きで、インタビューさせていただく機会があったんですよ。すごいですね。むしろ YouTube で、はい、オファーいただいて、SK2 だったんですけど、それでお会いして15分ぐらい時間いただいてインタビューできたんですけど、キラキラで美しさがもう輝いてたんですけど、それだけじゃなくて、やっぱりカメラのオンとオフが今までインタビューしてきた人の中で一番ないというか、変わらずで、もう本当にちょっとお茶目な感じもあったりとか、なんか私なんかのインタビューなんて別に適当に答えちゃうってもいいのに、すっごく丁寧に考えて答えてくださって、優しく話してくださって、幸せな時間で、さらにさらに好きになっちゃいました。うわ、いいな、そりゃ。はい、次の質問いきましょうか。はい、こちらです。はい、じゃあ好きな男性のタイプは？なんか、あんまりその見た目でこうイエスノーとか考えずに、気づいたらこう好きになってる。ああ、じゃあ結構やっぱ性格とか。そうですね。なんか思いやりがある人がすごい素敵だなと思って、はいはいはい、まあ、ただ優しいとかは全然あると思うんですけど、うん、別にその女性に対してっていうわけでもなくって、うん、なんか例えば私の場合はこう、じゃあ高校で野球を見に、高校の同級生とかが野球やってるの見たりとかして、だんだんこう暗くなって寒くなってきてっていう時に、なんかすごい見た目はいかつくて怖そうな感じのアメリカ人の人とかが、なんかちょっとあのわざわざその中から出てきてジャケット持って、自分の応援に来てくれてるおじいちゃんにさって何も言わずにかけてあげて、でスッてまた戻ったりとか、それもおじいちゃんもいつもされているから、なんか、ありがとうねとかそんなもなく、なんかはいはい、いつものことですみたいな感じで、なんか常にそういう優しい
しいことしてるんだろうなって思ったりとか、あとなんかこう目標を持ってそれに向かって頑張ってる人とか、はい、そういう人にすごい惹かれます。なるほど、なるほど。次の質問いってみましょう。はい、こちらです。はい、じゃあこちら最後の質問です。これから挑戦してみたいことは何ですか？なんだろう、私日本に住んだことないんですよ、今まで。なので日本に今こうお仕事で欲しいことにこう行ったり来たりっていうことが増えてきてはいるんですけど、はい、まあ、もちろんそういう日本でもっと活動できるように頑張りたいですし、いつかこう住んだりとかもしてみたいなっていうのを思いますね。なるほど、もう作っちゃいますか？じゃあ作っちゃいます。東京にこう家をドン。あ、そうですね、もう本当に作りたいぐらいで、日本の地方周り任せてくれる。あ、確かに確かに、はい、嬉しいです。山一緒に登りましょう。じゃあ、あ、そういうの大好きです、はい、アクティブにやっていく感じ。あ、できましたね。じゃあまずは家を買いましょう。はい、家をまず買って山の準備をして登るですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それで質問は以上となります。今日の質問コーナーどうでしたか？いや、もう近っ端ともしかない。可愛いな、これ可愛いな。いやいやいや。はい、ということでこれからも、はい、楽しくいただきます。次回からもあの近っ端楽しい企画たくさん用意してるので、はい、楽しみです。ください。はい、それではこの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。